地方サッカー日本代表は相手が弱いと図に乗る中国の分析だ。中国さん、日本は弱いチームと対戦すると簡単に図に乗ってしまい、相手を軽視した代償として勝ち点を失うことがわかる。中国さん、日本代表はただ点を与えるだけだとずっと中国代表を見下してきたので、我々は相手のそういうメンタリティをしっかり把握して、警戒をさせなければいけない。中国さん、実際、日本代表は吉田麻也と長友佑都という二人のベテランが退いてから、守備が以前ほど硬くないという明らかな問題も露呈している。むしろ吉田ってやらかすイメージしかないんだが。なんか最近中国が挑戦みたいなことを言うようになったな。アジアカップの失点率見てたら吉田の頃より守備がゴミって言われてるのはまあわかる。でもタレントは今の方が強いぞ。まあ相手が弱い時は森保がお試しフォーメーションやるから弱くなるというのはその通りだ。全然日本の分析を間違っててくさ。吉田も川島も平均のパフォーマンスは高いが時々やらかす選手。リーグ戦だと頼れるがカップ戦だと戦犯になるタイプやね。日本の分析はいいから自分とこがなんで強くならないか考えろやう。要約すると吉田と長友を復帰させてくれってことだよなう。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。